ドルトムント対パリ。パリドルトムント決定。パリドルトムントかー、前、まあ、やんないな、フィアーじゃ。<laughs> アーセナルセビージャ。アーセナルセビージャか。バルサ、ポルトに負けそう。ポルトバルサか。シュバインシュタイガーダービー。ユナイテッド・バイエルン。あいいじゃん、ユナイテッド・バイエルン。いいじゃん、いいじゃん。秋山さんがやるおばちゃんのキャラ。ナポリー・マドリー。ティ・ライプツィヒ、またかー。今のライプツィヒってあんまキャラないんだよな、昔ほど。 ガツガツプレス行くみたいな感じもないからねちょっとつなぐし配置悪い状態でどうなることやら鎌田対上田綺世あそうかアヤックス・ラッツよ普通に楽しみだねバイエルン・ユナイテッド・コペンハーゲンコペンハーゲンかわいそうもうちょっと笑ってんもん今んとこみんな見たいのはどこここんなかだったらユナイテッド・バイエルンかパリ・ドルトムント・ミランえマジでパリ・ドルトムント・ミランでもなんか全然使いたくはないな で確かにミラン毎回白組入ってるってろ。ドルトムント監督があれだからな。他のチームが崩壊してない限り、ドルトムント、テルシッチのうちは僕きついと思いますよ。エフィカ、インテル、ザルツブルグソシエダ。あ、結構いいブロック入ったもんね。インテルがどっちになるかだな今期パバールハマるかね。カマダ、関心ダービー。パリ、ドルトムント、ミランに行く。うわ、すごこのグループいいじゃん。カタール対サウジの代理戦争じゃん。れミランって今アメリカ死もんだっけ ミランんて今アメリカになって,てた気がするんだよ。違うっけ昔は国粹主義だったけどね。いや、ニューカッスルパリアはおもろそうだね。そう、カタール・サウジ大理戦争ですね。バイルン・ユナイテッド・コペンハーゲンガサラサダイ。でも F、誰も優勝はしなそう。<laughs> そうだよ確かに。<laughs> そっか、隣ダービーだ。ウニオン・ベルリン。よく CLK 入ってはな、いよ。まあでも今のニューカッスルのを健全系みたいな売りにしてる感じだと、ないのか、別に。エ、え、ム、ー、バペ取りましょう、みたいな。 ナポリ、マドリー、ブラガイにニオベ。まあまあまあ、マドリーは硬いだろうな、ここは。あ、てか、アタランタからあれだな。ユナイテッドにあいつ移籍させないとな。ホイルンド。ホイルンド弱、弱ホイルンド、73しかないの。総合値。セビージャー、アーセナル。うわ、アーセナル使ってなんかやれないな。ユナイテッド、バイルンか。じゃ、この感じだと。もう、このままだと。バルサ、ちゃんと苦戦しとどっちだろうな。その時の状況次第だけど。グループイ、e、ー EL っぽいな。 あそっか日本人固まったねそっか逆に言うと決勝ラウンドでも日本人がいっぱい見れるってことだループ H はバルサポルトシャクタールアントワープループ A がバエルユナイテッド強くてセビージャーアーセナルでもアーセナル決勝トーナメントいけそうだねこれ正直で C はナポリーマドリーなりそうだねベンフィカインテルザルツブルグコネソシエダあ D が結構混戦だな あ、そん時の調子によるな、これ。ソシエダ、オヤルサバルとか戻ってる方あと、フォワードが弱いんだよな、今、ソシエダ。これ、アトレチコすげえいけそうだな、これ。つや、今季アトレチコ強いと思うんだよね、結構。シティ・ライプツヒーでしょ、バルサー・ポルト。まあ、バルサさすがにこれは大丈夫だろう。で、パリ入荷するミランか。今のパリ、俺分かってねえからな、でも。今のパリ、全然分かってないんだよ。 カリサッ俺はしんえでも全然あの4組の中で普通にスポーツベッティングするんだったらさやっぱり一番上になんじゃないルイセンリ系だね去年のシティよりも去年のシティはだったらあれね去年だよな、ね、マドリッ戦カンセル変えないのっつってやっぱそこで失点したやつベンゼマが調子上がらなかったら厳しいうん、うん、やっぱりねそういう布陣とか、ね、配置とかが良くなくてもいやそれでも2人抜いて決めれたらなみたいなのでねモドリとかベンゼマがなんとかしてくれてるところあるからね今季こそシティみたいなのありそうだね ペップもね、自分の成功か失敗かはもう CL に委ねられてるっていうのは分かってるよって言ってますもんね。あれだよね、どのチームもさ、一番強い時期と比べてみたいので言うと、バイルンもマドリーもチェルシーもみんな落ちてるから、その中で一番強い時期と比べても強いなっていう、チーム力上がってる感じするのはこの中だとナポリとシティだよね。 だってシティはハーランドを手に入れて守備の弱点の選手を放出してるじゃないですか。バイルンはやっぱりね、まね、あ、がどのぐらい戻ってこれるかっていうのはあるけどね。で、マドリーも、まあ、モドリッチとベンゼマのね、あの辺の魔法が出るかみたいなのがあるし、全財産かけなきゃいけないんだったらっていうね、うん、でもまあ、優勝予想だね。毎年シティって言ってるけどシティだね。変な戦術やらないシティ <laughs> になるかな。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろなサッカー界の話を中心に喋りましょう。<laughs> どうぞでしたバイバイ